90分間、京阪バザール電車が開催されます、はい、ちょっと改めてこの形でほんまに電車が走るとね、ほんまに走るんやっていう感じになりますね。あとカレーのレシピ本、はい、そしてカレーのミックススパイス、おから本とあとカレーのレシピ本、はい、そしてカレーのミックススパイス、おスパイスミックス、なるほど、もうレシピ付きで美味しくお家で食べれるようになってます。僕もめっちゃ興味あります。カレー本持ってます。あります。個人的なおすすめはこのスパイスボトルですね。今平方、こちらのパットだと平方ですね。平方を通り過ぎてナイスビューですね。ナイスビューです。ナイスビューですね。売ってるんで、こちらのパットとかもちょっとおすすめです。ありがとうございます。これからですね、福田さん駅のホームに戻るそういうイメージ、なるほど、ありがとうございます。普段はこういうサンプラーで音楽を作っている。これは淡路ですね。なるほど、ありがとうございます。綺麗な色で、そうですね、最近買い物したのは近所のお花屋さんで花を2輪買いました。花を、それからゆとなみ社、おお。それの削りカスとか失敗作とか、そういうのを集めて、そうですね、で、石膏型の中に敷き詰めて、で、土をちょっとずつちょっとずつ液状にして流し込んでいって、どんどん積み重ねて、で、削り出すことでこの断面の模様が出てくるっていう、そういうのが。はい、引き続き電車は、進んでます。今ね、郡園を出発しまして、行かせていただきます、耳山西です。この商品は、葛葉駅のホームに戻るという動きですね。引き込み7番線ホームを、去る。まあでもこれ適当にやったら長さが分からなくなるやつですよね。どこで長さをキープしていくのか。それでもいくらですか。1500円です。そうですか。ありがとうございます。17時半までショッピング続けてるということで、17時半までショッピング続けられる、はい、1時間くらいあるんですか。そうなんですよ。なるほど。じゃあ、はい、はい、ドアとドア、生み出していく島を目指すプロジェクトです。すごい。これはすごいですよ。ホームページもめちゃくちゃ綺麗です。おお、こちらは小さい方は大体600円。おお、到着しましたね。引き続き17時半までお店開いておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、あと今日はもう十分。